写真拡大。ロッテのドラフト1位、佐々木朗希望投手、18、大船渡港は4日、さいたま市のロッテ浦和球場で2月27日以来6日ぶりにブルペン入り。捕手を立たせて33球を投げた。日にちが空いてしまったので感覚を取り戻すことと強度を上げて投げることを意識した。前回は捕手を座らせ 18.44m の距離で投球練習を行った。その後は1日に高校の卒業式に出席。前日3日に練習を再開していた。学生生活を終えたばかりの最速163キロ右腕は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で自宅待機を強いられている子どもたちにメッセージを発信した。これからは自分で考えて行動することが求められる。その方が野球も勉強も伸びると持論を語り、野球少年に向けてはテレビやスマートフォンでいろいろなものが見られる。見て学ぶことも必要。うまく活用してほしいと願った。石井貴直。